秋風は日本海軍の駆逐艦。峰風型駆逐艦の吸盤艦である。艦名は立秋に秋の気配を感じさせる風を意味する。秋風は1919 19年5月24日、峰風型姉妹艦やもみ型駆逐艦と共に命名された。同日府で一等駆逐艦に類別。秋風は三菱長崎造船所で建造。1920年6月7日に寄港。 同年十二月十四日に浸水。九百二十一年四月一日、春行。横須賀沈殊席に編入。九百三十三年三月三日に発生した昭和三陸地震の時、秋風は第四駆逐隊に属して青森県の大港用工部にあり、両館とともに出動した。博士は岩手県の宮古で救援に当たった。日中戦争に際して、 1938年以降は、家中の沿岸作戦に参加した。1940年末、ミネ風型4隻による第34駆逐隊新編に伴い、4隻は、マイズル・チンジュフに転籍した。同年11月15日、第34駆逐隊は、空母2隻と共に、第3航空船隊を編成する。百四十一年四月十日、夕風は、 第34駆逐隊から除籍されて、第3航空戦隊に残り、3、4区はミネ風型3隻となった。同日府で、第1航空戦隊の編成が変わり、大型空母2隻と、第34駆逐隊になった。また、日本海軍の空母機動部隊構想により、第1航空艦隊が新編され、1航戦も組み込まれた。5月1日、 1> 第1航空船体の駆逐隊は、最新のカゲロウ型駆逐艦で編成された第17駆逐隊に変更された。第34駆逐隊は、第2次開始艦隊に編入され、しばらく中国方面で活動した。9月15日、第34駆逐隊は、第11航空艦隊に編入された。基地航空部隊である第11航空艦隊は、 南方作戦で重要な役割を担っており、秋風も司令部や基地要員の移動のため南方へ向かった。1941年12月8日の太平洋戦争開戦時、秋風は台湾の高尾市所在で富士劇の救難任務に従事した。秋風駆逐艦長は森拓司少佐であった。初戦における第34駆逐隊は 第11航空艦隊に所属し、南方作戦における輸送や、海上護衛作戦など、主に後方での支援作戦に従事する。この頃になると、ミネ風型は老朽化が進み、各艦とも最大発揮速力32ノット前後まで落ち込んでいた。1942年2月、秋風は、乱印作戦に伴いインドネシアバンダ海のアンボン島方面に進出した。 4月22日、アンボンを出発して内地に向かう。5月4日、秋風はマイズルに帰島して、マイズル海軍交渉で修理と整備を行った。6月8日、マイズルを出発する。戦護衛を行いつつ南東方面に向かい、6月22日にニューブリテン島のラバウルに進出した。8月7日以降がダルカナル島の戦いが始まると、 第34駆逐隊もラバウルを拠点にして護衛任務や強行輸送任務に投入された。第1次ソロモン海戦における秋風は水上規模艦秋津島と共に日本軍基地航空隊富士技機の救助任務に従事している。9月1日秋風は仏鹿島近海で空襲を受け小派。10月25日空襲を受け中派。は 損傷を受けながら、最前線で活動を続けた。1942年12月24日、日本海軍は、南東方面艦隊を編成するが、同艦隊司令部は、第11航空艦隊と兼務であり、秋風以下第34駆逐隊も、引き続き南東方面艦隊、第11航空艦隊直属隊として行動した。12月17日、両艦、立ち風は、 空襲を受けて、損傷、一旦佐世保に戻って、修理を行う。1943年1月23日、第34駆逐大量艦、博士が、水上規模艦、秋津島を護衛中に、米潜水艦ガードフィッシュに撃沈され、胴体は二隻編成となった。3月14日、秋風は、ニューアイルランド東洋港、カビエンを、出発。 15日に帰リる島、16日にロレンガンに立ち寄り、17日カビエンキ、18日までにはラバウルへ戻った。この公開中、夏季の虐殺事件が発生した。1943年4月1日、第34駆逐隊は解体され、秋風は第11航空艦隊直属となった。積数の減少に加え、 もと元々短海行動が多かったため、口くたを編成する意味が薄れたためと思われる。秋風は4月3日に佐世保駅東市、続いて舞鶴海軍交渉で整備を行った。5月25日、秋風は横須賀を出撃し、6月3日ラバウルに進出した。6月下旬以降、日本軍はニュージョージア島の戦いやブーゲンビル島の戦いなどで、 米軍に圧倒されつつあった。7月27から28日には、ニューブリテントをグロスター岬で、駆逐艦2隻が座礁と空襲により沈没した。救助のため、秋風が派遣され、2隻の乗組員を救助した。8月2日、秋風はラバウル南方で空襲を受け、大破する。差別ルキチ少佐を含め秋風の主要幹部はほぼ戦死、兵装長が指揮をとって、 ラバウルに戻った。宮田圭介によれば、秋風の環境は、潰れ、マストと一番煙突は、跡形もなかったという。公認の秋風駆逐艦長は、三日月沈没時の艦長だった、山崎二太郎少佐になった。9月6日に、佐世保へ、帰島、続いて、舞鶴に開港されて、修理を行った。11月4日、秋風は、舞鶴を出撃し、 11月18日にラバウルへ到着した。再び南東方面の最前線で輸送任務や護衛任務に従事する。12月7日、秋風は吹雪型駆逐艦、切霧と衝突して損傷する。12月21日にもラバウルで空襲を受けて損傷し、トラック白地で応急修理を行った。百四十四年一月十三日、 秋風はトラック白地を出撃、ラバウルに進出して、輸送任務に従事した。2月17日、中部太平洋における、日本海軍の最大拠点トラック白地は、米軍機動部隊艦載機による大規模空襲を受け、停泊していた艦艇や地上基地航空隊は、大損害を受ける。米軍機動部隊が去った後損傷艦を退避させる、ことになり、駆逐艦複数隻は、 工作艦、明石、標的艦、ハガチを護衛して、パラオ白地へ向かった。これ以降、秋風は、パラオ、トラック白地、サイパン島方面の船団護衛任務に従事した。4月22日、秋風は、サイパンを出発し、4月26日に、横須賀へ、到着、続いて、舞鶴に移動した。5月1日、秋風と、将風は、 させボチンジュフに転籍した。同時に、うず型駆逐艦2隻の第30駆逐隊に編入され、同隊は駆逐艦4隻となった。第30駆逐隊は第3水雷戦隊の帰下であった。秋風は、機動部隊付属となり、フィリピン方面で戦団護衛任務に従事した。この時期、第30駆逐隊の駆逐艦は次々に失われた。6月9日、 3 0る両艦、将風は第3606戦団を護衛中に米潜水艦、ソードフィッシュに撃沈される。そこで日本海軍は8月20日付で第22駆逐隊を解体し、同隊所属だった駆逐艦2隻を第30駆逐隊に編入する。また先のサイパン島地上戦で第三水雷戦隊司令部は玉砕しており、日本海軍は 軽巡洋艦イスズとサミズ船の残存艦艇、さらに心臓の松型駆逐艦や解剖艦を加え、連合艦隊の励下に第31船隊を新編した。第30駆逐艦隊も第31船隊に所属する。第31船隊新編から間もない8月25日、夕凪は、米潜水艦ピクダに撃沈され、9月21日には、 サツキがマニラで空襲を受け沈没した。第30駆逐隊は駆逐艦三隻編成となった。9月26日、秋風は佐世保に戻った。早1号作戦に伴う冷凍機海戦では、小沢機動部隊のタンカー、ひとし境丸を護衛している。第2補給部隊という編成である。10月24日、秋風駆逐艦長指揮下の第2補給部隊は、クレオ出撃。 豊後水道を南下した。10月25日、高知県足摺岬沖合で、第132号解剖艦が、米潜水艦に雷撃されて大破、クレに引き返した。続いて、米潜水艦スターレットが、補給部隊を襲撃し、ひとし坂江丸を撃沈する。護衛対象の消滅により、連合艦隊は、解剖艦二隻に台湾への移動とタンカー。 両英丸の護衛を命じた。ひとし坂英丸の護衛に失敗した後、秋風はフィリピン方面への緊急輸送作戦に従事する空母、順洋を護衛することになった。この任務における、順洋は空母でありながら航空機を全く搭載せず、その格納庫に戦艦、大和を含む第二艦隊用の砲弾、第31根拠地帯向けの砲弾、第一停戦集団の一部、 第7信洋隊の水上特攻艇、信洋50隻と基地隊員130名を搭載したという。輸送部隊は、巡洋艦長を指揮官とし、軍艦2隻、第30区逐隊で編成されている。しかし、艦隊の動向は米軍に察知されており、米戦水艦複数からなるウルフバックが巡洋を狙っていた。巡洋隊は10月30日に佐世保を出発。 秋風は31日になって交流した。台湾、マコウ市に立ち寄った後、ブルネイに向け移動中の11月3日夜、米潜水艦ピンタドが、巡洋に対して、魚雷6本を発射した。ピンタドの魚雷は、巡洋ではなく、秋風に命中し、22時53分の大爆発により、秋風の艦隊は分断され、艦尾部分は22時58分に沈没した。 夕月ずきが救援に当たるが、秋風乗組員は、山崎艦長を含め全員行方不明となった。ピンタドは、護衛艦,艦艇の爆雷攻撃を受けて退避し、順洋は、難を逃れた。秋風の沈没地点は、ルソン島サンフェルナンド西方北緯16度50分、統計117度11.9分、北緯16.833度統計117.1983度、 十六点八三三百十七点一九八三秋風が、純洋の盾となったのか、純洋を狙って外れた魚雷が偶然、秋風に命中したのかは定かではない。九百四十五年一月十日、秋風は、ミネ風型駆逐艦、帝国駆逐艦石のそれぞれから除籍された。また多合作戦で、第30駆逐隊残存の二隻も沈没しており、同日筆で、 第三0駆逐隊も解体された。現在、秋風の慰霊碑は、暮れ海軍墓地にあり、隣には、空母、巡洋の慰霊碑が混流されている。九百四十三年三月十八日、南東方面艦隊の指揮下で行動中、ニューギニアの戦いにおいて、日本軍が進出した、ニューギニア島東部から南東方面における、日本軍の中心基地ニューブリテン島ラバウルへ向け、 欧米各国などの現地在住民間人を秋風に提送中、秋風艦上において上院が、その全員を処刑した事件。北東部ニューギニアは古くは、ドイツ植民地帝国の植民地であり、現地には宣教師や農園師等として、ドイツ人ら欧米各国人が入植していた。当時、ラバウル方面の作戦全般を指揮していた南東方面艦隊は、東部ニューギニア、 中部ソロモンの防備を固めるため、航空基地整備を基としており、3月9日に南東方面基地設営計画、14日に南東方面基地整備計画を発令し、4月15日を目標に21カ所の陸上基地、12カ所の水上基地を整備しようとしていた。被害者の内訳は以下の通り。戦後、連合国は本事件を調査。 秋風が所属していた、当時の第8艦隊司令長官三河軍一海軍中将、及び参謀長、大西晋三海軍少将を B 級戦犯に指名、1947年1月に拘束した。事件当時の秋風艦長である、佐別基地海軍少佐を含め秋風使用士官は1943年8月2日の秋風大破事に戦死、また、 秋風自体も上院もろともに戦没、裁判の焦点は事件当時の秋風所属及び命令元となった。裁判において第二福院省及び草加寺日や第八艦隊関係者は事件当時の秋風が第八艦隊の指揮下にあったと主張した。これに対し三河体制の両名は事件当時の秋風が南東方面部隊の指揮下、 南東方面艦隊の命令を受けて行動していたと反論する。当時の軍隊区分において、秋風は南東方面艦隊第11航空艦隊付属であるため第8艦隊とは別の命令系統に所属していた。また1943年3月から4月のラバウル方面は第81号作戦や二号作戦実施のため連合艦隊南東方面艦隊 第3艦隊、第8艦隊、日本陸軍の指揮系統が複雑に絡み合っていた。1948年10月上旬、奥地茂州風機関長や秋風乗組員等が被告側の承認となる。10月15日、土井和夫は南東方面艦隊の戦時日誌を裁判に提出した。これにより、虐殺事件時の秋風が 南東方面艦隊の命令を受けていたことが明らかになる。同年10月18日、三河と大西の2名は起訴却下となった。大西は、冷戦により、アメリカの対日政策が変わり、草加が起訴される恐れがなくなったことが、第二副院長による南東方面艦隊の戦時日指定出につながったと推測している。軍事評論家の伊藤正則は、著書、 連合艦隊の栄光の中で以下のようなエピソードを紹介している。アメリカ軍はソロモン諸島における日本軍の動向をいち早く察知するため多数のコーストウォッチャーズを配置して諜報活動を行っていた。沿岸監視員は軍人だけでなく民間人も多く無線機でアメリカ軍に連絡を取っていた。ソロモン作戦の後期日本軍は電波探知により 情報網を検挙、スパイとみなした、ドイツ人、オーストラリア人、欧州人等、現地人、少なくとも60名以上を、駆逐艦の甲板上で処刑したという、艦長たちの軍艦誌228から229ページ、および、艦法による、階級は、就任時のもの。ありがとうございます。